こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は、この前紹介した1974年富士グランチャンピオンレース多重事故の驚くべき顛末について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。まずは多重事故について簡単におさらいするぜ。事故が起こったのは1974年6月2日に開催された富士グランチャンピオンレースの第2戦だ。まず11時25分に第1ヒートがスタートした。スタート方式はローリングスタートで、隊列を組んで走りフラッグが振られた瞬間からレースがスタートする。フラッグが振られるまでは先導車がいるため低速だ。各マシンはタイヤが冷めないよう、ウィービングといってタイヤに無理やり負荷をかけるように走行する。だが先頭の黒沢のウィービングはあまりにも激しく、実況者や一部の選手には威嚇行為と映るほどだった。隣を走っていた2番手の高橋は、黒沢のマシンを避けるためコース外にはみ出たこともあった。そして集団が1周しスタートのフラッグが振られようとした時、黒沢がマシントラブルとも思える急減速を行う。フラッグが振られるまでは追い越し禁止であるため、後続の選手たちは、自分もブレーキをかけるべきかと戸惑った。だがマシントラブルを起こした車なら抜いても問題ない。何台かは黒沢を抜き、そこでフラッグが振られレースがスタートとなった。出遅れた黒沢は最終的に2位まで追い上げたが、高橋が逃げ切った。これが第1ヒートだ。激しいウィービングをした黒沢選手の心境は後ほどマリサが解説します。続いて午後1時25分、第2ヒートに向けたミーティングが行われた。選手、運営が参加した。このミーティングは非常に険悪だった。隊列が乱れたのにフラッグが振られレースがスタートしたことを怒る黒沢。黒沢のウィービングが危険であると指摘する他の選手。最終的には安友競技長がとにかく次は隊列を守って走りなさいと一括し、うやむやなまま閉会させた。第2ヒートは午後2時ちょうどに始まった。まずは先導車付きで周回した。この第2ヒートでは先導車のペースこそ速かったが隊列に乱れはなかった。そして先導車が退避しフラッグが振られ、第2ヒートがスタートした。最初のコーナーは富士スピードウェイ名物、全開で飛び込む30度バンクだ。角度がついているためマシンは全開でも曲がりきることができる。だが、ベストな走行コースは1本しかない。そのコースを確保するため選手は牽制し合った。そして北野、黒沢のマシンが衝突する。3度目の衝突で北野のマシンは半身がコース外にはみ出した。ここから北野のマシンはコントロールを失い、他のマシンに次々と衝突する。まず高原のりたけのマシン後部に衝突。次に風戸博士。そして鈴木誠一。また緊急回避しようとした米山二郎が川口義政のマシンに衝突。その米山に北野はさらに衝突。最後に北野は漆原のりみつのマシンと衝突。漆原のマシンが乗り上げ、2台はコース外で停止。2人が脱出した直後にマシンは爆発、炎上。2人とも奇跡的に助かった。だが風戸、鈴木はガードレール衝突直後にマシンが炎上し、助からなかった。風戸は将来有望の若手ドライバー。鈴木は後輩思いで人望の厚いベテランドライバーだった。以上が事故のあらましだ。1周目で団子状態だったからここまでひどい多重事故になったのね。それもある。事故の原因についてコースという観点で言うと、他にもある。富士スピードウェイのホームストレートは世界屈指の長さだ。しかも当時はスタートとゴールが同じ場所だからスタートラインから1コーナーまでの距離は長かった。また1コーナーはノーブレーキで突っ込める30度バンクだったため、各マシンは1周目の団子状態の中、全速力で疾走しながらコース争いをする状況が生まれてしまった。事故の際、マシンは時速230キロ出ていたようだ。1コーナーが減速が必要なコーナーだったり、ストレートが短ければ、ここまでの事故にはならなかっただろう。コースね。諸悪の根源はコースなのね。いや早いぞ霊夢。世界ではもっと危険なサーキットを F1 がかっ飛ばしているがここまでの事故は起こっていない。それは、マシン同士がぶつかる際の際まで行った時、ドライバーがちゃんと譲り合うからだ。モータースポーツは競技であって、決闘や喧嘩じゃない。だがこのレースはスポーツイベントとは思えない険悪な雰囲気の中でスタートしてしまった。その原因は全てがレース当日にあるわけではない。当時のレース感や選手同士の確執について説明しよう。頼むわね。まず、当時は勝つことが最上の使命とされていた。個人よりもチーム、メーカーが注目され、レーサーはあくまで社員であり、勝つことが仕事だった。というのも前の動画でも触れたが1970年代、モータースポーツはまだそれほど社会に認知されていなかった。レースに参加しても社会への宣伝効果は薄い。では自動車メーカーが自社のレースチームに投資した目的はというと、自動車の研究開発だ。
レースは自動車技術の実験場という意味が大きかった。当時最強だった日産ワークスというレースチームも、実態は日産自動車の研究開発部門の実験家だったんだ。実験家の成果とは、開発した技術の性能を証明することだ。チームは勝つことで会社に存続することができた。今よりもレースの成績が最重要視されていた。また、投資がシビアだったのはタイヤメーカーも同じだ。選手へのタイヤ供給は選手の働きに比例して露骨に待遇差があった。ブリヂストンにおいては、テストドライバー契約をしていた黒沢にのみ潤沢にタイヤが供給されていた。他の選手は少ない本数しかもらえず、時には使用済みのタイヤをやりくりしてレースをこなしていた。これでは選手たちは面白くないだろう。その不満がなんとシーズン中に表面化したようだ。1974年第一戦をブリヂストンタイヤで戦った高橋、北野、鈴木たちは2戦目以降、ダンロップタイヤに変わっている。第一戦と第二戦の間は1ヶ月しかない。この間にタイヤメーカーが変わるというのは、よほどのことがあったのだろうと推察される。黒沢選手だけが優遇されていたのね。だんだん状況が見えてきたわね。当時の黒沢の心境を測る事実についてもう一点、移籍問題を解説する。当時、国内最強の日産ワークスの所属だった黒沢だが、1970年、日産は抵抗外エンジン開発に注力するためモータースポーツからの一時撤退を表明する。自動車の研究開発者としての任務は残っているが、黒沢は焦った。ただでさえレーサーの旬は短い。1971年には富士グラチャンが初開催されたが、日産からレース禁止が言い渡されており、黒沢は出場していない。そんな中、富士グラチャンに出てみないかとヒーローズレーシングから黒沢に声がかかる。1972年の末のことだ。黒沢は日産を離れるつもりはなかった。日産に所属したままヒーローズレーシングとして富士グラチャンに出場できないか日産に相談する予定だった。だが自動車雑誌にすっぱ抜かれてしまい、日産は雑誌で黒沢の遺跡を知ることになった。印象は悪かった。日産との交渉は決裂し、黒沢は日産を去ることになった。1973年富士グラチャンはヒーローズレーシングとして2勝し、総合2位という好成績だった。黒沢はヒーローズレーシングでずっとやっていく気持ちだったようだ。しかしマネジメント上のトラブルから、たった1年で契約終了することになった。いよいよ行き詰まった黒沢は、自身で設立していた黒沢元春エンタープライズ社をレーシングチームとして稼働させる。1974年富士グラチャンは、黒沢が自己資金で戦う初めてのレースとなったわけだ。ますます勝つしかない状況になっちゃったのね。それらの背景を経て多重事故は起こった。きっかけは黒沢と北野の小競り合いだ。これ、どっちが譲るべきとかルールはあるの？ルールはない。だが選手間の常識では、最速コースに位置している北野のマシンが優先だ。じゃあ押しのけた黒沢選手が悪者ってこと？うん、今あるわずかな情報や現代の判断基準で善悪を明言するのは難しいぜ。当時は声に見えないようにぶつかることも技術、とか言われてたらしいからな。県警は、黒沢一人が原因であると考えたようだ。というのも、黒沢は業務上過失致傷の容疑で静岡県警に書類送検されてしまう。事故の翌月のことだ。レース中の事故が刑事事件に発展したのは国内モータースポーツ史上初のことだった。書類送検の前後で事情聴取のため選手や運営者が県警に呼び出されたが、それら関係者の言い分は様々で、黒沢一人が悪いと考えるものばかりではなかったようだ。安友競技長は選手に責任なし。競技長の私一人を罰してくださいと言い張っていた。また漆原選手も責任は関係者全員が負っている。責任を一人に押し付け、全体で問題を解決しないならまた事故は起こると考え聴取を拒否していた。黒沢選手自身はどういう心境だったの？黒沢はまず事故の原因となった第一ヒートのローリングスタート時の威嚇行為やスローダウンについては明確に、問題なしと主張していた。ポールポジションを獲得した自分は隊列の先頭に位置し、ローリングスタートの走行を決定する権利があると話していた。そして北野のマシンとの衝突については、黒沢の意見は一貫しない。雑誌のインタビューや関係者間の聞き取りではこうだ。前車の高橋の空気抵抗を利用して走ることだけを考えていた。前に集中し、左右は見えていなかった。当たって初めて北野のマシンの存在に気づいた。一度目の衝突でマシンが蛇行を始めた。そこからはマシンがスピンしないよう制御するのに手一杯で、三度目の決定的な衝突は不可抗力だった。故意であるはずがない。あの高速域で衝突したら自分もどうなるかわからない。自殺行為だ。しかし警察との取り調べの中では、黒沢は決定的な映像を見せられ、自身の過失を認めている。まるで反対ね。ああ、もうこれはわからないぜ。
ただ JAF スポーツ委員会は組織としての裁定を下した。1974年10月、黒沢に5年間の競技ライセンス停止処分を課した。黒沢のレーサーとしての未来は閉ざされた。一方1975年2月、静岡地方検察庁は黒沢を不起訴処分とした。黒沢の自白があったにもかかわらず、だ。他に決定的な証拠がなかったからなのか、詳細は不明だ。その後1975年6月、JAF スポーツ委員会は黒沢のライセンス停止期間を1年2ヶ月に短縮した。事故から1年経っているから残り2ヶ月ということになる。JAF スポーツ委員会は黒沢に対し、初回の衝突における不注意を認定した。2回目以降の衝突は黒沢北野のマシンが不安定になった結果であるとし、不問にしたんだ。黒沢選手、レースに戻れたのかしら。競技ライセンス停止が明けた1975年11月、黒沢はレースに帰ってきた。富士グラチャンに参戦した。しかし世間一般において黒沢の評判は最悪だった。黒沢をよく知る関係者以外には、黒沢は大事故の根源、書類送検された人、としか映らなかったようだ。そうするとスポンサーが集まらないんだ。マシンや整備に投資できない状態でレースを戦い、結果は13位だった。その後も何度もレースを戦うが、優勝はなかった。現役を引退してからはもともとレースの傍らやっていたブリヂストンの開発テスターや自動車評論を本業とした。黒沢氏を語る上では、多重事故という闇がある一方で、現役引退後のテストドライバーの功績が挙げられることも多い。黒沢氏のマシンやタイヤを見る目は本物で、かつて日本グランプリでトヨタを圧倒した名車日産 R382 の調整も、黒沢氏の功績によるところが大きい。とにかく影響力のある人なのね。事故後の捜査や黒沢選手のその後が、よくわかったわ。以上、今回は1974年富士グランチャンピオンレース多重事故の顛末について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去に起こった大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。